すごいですね。小仏峠。すごいとこですね。なんかあるよ。何？木がすごいね、石がね。ハイカーだ。なんか熊いるの？どうなの？焚き火などって書いてある。焚き火か。はい。ねえ。こっち？横川さんで、いや、こっちだと思うんですよ。ね。ね、あ、そうだね。魚き、水きれいだね。ね、これがないときついよね。足場悪いな。この石やだ。こんなとこあるんだ。まだ待ってるほんとやんないよっつて。やんないよ。電波ないっしょ。だってないよね、ここ。まあでも結構近所なんで。いや、1本だ。ああ、俺らダメだ。多分難しいっすよ、ここ。そうですね。うん、ちょっとやってみましょうか。ギリギリだな。あー、どうかな。ツイキャスならいけそうかもしれない。あー、無理だな。それぞれも結構きついきついですね。読まないですね。諦めよ。無理。すごいですね。こんなとこあんだ。俺らわかんねえな。絶対いそうですよね。なんか。ね。これが小仏峠ですよね。でも山の200メートル結構わかんない。ああ、結構辛いっすよ、これ。これ登ってってるもん。足元がだんだん水湧いてきました。ね。水があるよ。鹿はいるだ。鹿はいるね。クマはどうなんだろうな。目撃情報ないからな、分かんないけど。鈴は下に置いてきたから。このとこ本当あんの？いや、どうだろう。クマは全然通れるんだな、向こうとね。昔行けたんですよね。あ、そうなんですか。多分土砂崩れるとこあるから俺。ああ、行けながらしてるんじゃないですかね。結構辛いのこれ。ん？結構辛いな。辛いよねこれ。これ崩れてるもんね。本当ですね。ほら。いや、ここ怖い。怖いよね。しかも寒いし。あ、橋がある。本当あんの、うん、こんなとこ橋はあるけど。本当あんすかこれ。もう200メートルぐらい歩いたんじゃない？まだかな。どのくらい歩いたろう。ね。初めての歩いた。ね。水の量。水の量。なんかなさそうな感じですけど。ないよねこれ。まあ一応今 GPS 入れてるから。あ、マジっすか。うん、後で調べれば分かるもんね。そうです ね。どう見たってこれないでしょ。あ、あった。なんか、あ、なんかいる。いない。ないよこれ。これはないですね。ないね。ただの道、逆側だったのかな。
かもしれないですね。ね。やめましょうか。だんだん急になってくる。ね、ないよね。あのカブまで行ってみますか。そうですね。もう疲れてきてた、もう。やっぱ痛くなってきたからな。マジですか。うん。動くんだろうな。動いちゃうんだよね、石がね。足場が辛い。辛い。ここならいいけど。これ石がでかいんだよね。そうですね。うん。あ、これはなさそうだ。なさそうだな。何これ？忘れ物？忘れ物ね。ないね。はい。戻りますか。そうですね。疲れた。いやだって。ずっと行ってますよ、これ。無理だね。これ違うわ。そうですね。うん。ない。これ多分違うな。逆かもしれないね。そうですね。もしかしたら。足場が悪い。引き上げます。見つけられませんでした。ちょっとね、体調も良くないですか。これは違う。まあ、コブドキ峠ですからね。今日はほどほどに。そう。ということで。すごいですね。自然がいっぱい。いや、すごいな。ね。そう、ここまでは行ったんだね。やっぱ近かったんだよね。あ、近かったんだけど、やっぱり位置が違ったんだね。あ、何でしたっけ。ん、何でしたっけ。真の道。真の道、そうだ。まあちょっと違ったかな、ルート的に。俺も調べてみよう。うん、お願いします。うん、違ったけど。あった。触った。違いますね。これ本当滑る。ね。なんだ。本当こんなとこあったの。え？本当こんなとこあったのかな。あ、山だよ。雰囲気的なものあるけどね。ちょっと違うっぽいね。大丈夫？大丈夫。これ本当この石が滑るんだよ、また。そうですね。うん、中途半端にでかいから痛いにと刺さるんだよね。確かに。こんな歩いたんだ。歩きましたよ。ねえ、200m 歩いてるよね。あ、やっぱないね。ないですね。うん、取り壊された。ちょっと見ながら。うん、あるとしたら逆かな。あ、逆か。うん。これは無理したかな、俺も。大丈夫ですか。大丈夫。ちょっと痛いけど。マジか。かなり痛いかな、今。コンビニ行って。そうですね、ちょっと入れちゃう。あんま歩くのがね、ちょっとダメだから今。そうですね。うん。まあ、今日はいいです。5カ所目ですからね。そうですね。他が歩いてなかったからね、多分。そうですね。うん。片付いたかな。こっちは違うと思うんだよな。違うね。はい。うん、領土を違いましたからね。もうなくなってんのかもね。はい。以上ですね。なんかでも車の音してね。
思おうとしましたね今ね、ブーン、はい、はい、じゃあ小仏トンネルですね、トンネルじゃない、峠です。お疲れ様でした。またね。Thank you.